ハロー YouTube! 下根司のニュースの猫側にゃ今日トークからニュースを送りいたします。私、不詳ながら、あの秘密結社からお呼びがかかってしまいました。吉田くん！あ、これすみません、これ吉田くんの方だわ。これ、鷹の爪の中で話題！山ねえ。どんだけアンガールズ好きやね。今日はですね、オミソンが闇側なのか光側なのかね、はっきりさせて、やろうじゃないの。なんでお前がそっち側の立場でやっていきたいと思いますつってね、ということでね、やっていきましょう。年始にね、異業種交流会みたいなのがあったんですよ、京都市内で。で、僕はあんま興味ないんですよね、そういうのね。なんですけど、ちょっとお姉ちゃんの仕事の絡みで、ちょっとまあ行くことになりまして、まあいやいや行ったんですよ。で、一応ですね、僕表向きは YouTuber っていう肩書きを隠してるんで、ネットコンサルタントを称してね、行ったわけなんですよ。かっこ笑いなんですけどね、何をコンサルしてるのかね、自分すらもコンサルできてない。すいませんでした。ね、ということでね、もう今ちょっと悲しくなりましたけど。で、まあちょっとこうね、ご時世ということで、その夜の飲みの場とかじゃなくて、なんかこう、ちょっとした会議室みたいなところで、やったんですよ。で、僕ちょっと明らかにこの風貌じゃないですか。めっちゃ浮いてたんですよ。で、一人でポツンってしてたら、あるね、中年男性が話しかけてきたんですよ。まあこれ仮にね、岡崎さんってことでいいですか？なんで岡崎さんにしたのか？アタックチャンス！岡崎さん、カッコ仮が話しかけてきまして、ね、あ、僕なんかにと思って、こう、いろいろ話してたら、あ、いい人だなって思って話してたんですよ。YouTube 見てますよって言われたんですよ。ああ、ミソナーだと思ってね、その人ミソナーだったんですよ。だったんで、僕も心を許しましてね、いや、僕こういうとこ苦手なんですけど、ね、言わないでくださいよ、僕がこれってことをつってね。で、まあ一応その場はね、すごいこう、わきあいあいとね、連絡先も交換しまして、ね、これからも動画見てくださいね、って終わったんですよ。で、時は過ぎまして、1ヶ月過ぎまして、2月の頭にね、連絡あったんです。紹介したい友人がいるので、ちょっと一回会いませんかってこと言われたわけですね。で、紹介したい友人かと思って思ったんですけど、ね、その人すごい感じのいい人だったんで、まあいいですよって言って街中に向かったんですよ。僕ちょっと思ったんですよ。あれみたいな。これなんか売りつけられるんちゃうかなと思って。これ、デート商法ちゃうと思ってね。これあれですよ。エロい美人セールスウーマンが来て、ね、断れないがままに布団を300枚買わされるんだと思って、僕お金下ろしてね、買う気満々で行ったわけですよ。したら、その岡崎さんが、おうっつって来たんですよね。連れの人を見たらですね、普通におじさんだったんですよ。あれみたいな。これデート商法じゃなくて、ただの商法やんって思ったんですよね。あ、商法かと思ってね。で、まあ、でもそっちがその気なら、こっちも炙ってやるからなって思いましたよね。この帰り討ちにしてやろうと思って、持ってたんですよ。3人で話してたんですけども、まあ、その人も僕の動画すごいファンだって言ってくれ。そう言われるとこっちも弱いわけですよね。ちょっとこれはちょっと炙るのやめとこうかなと思いまして、で、まあ、和気あいあいと終わったんですよね。で、何を売りつけられるでもなく、何かに入会させられるわけでもなく、また話は終わったんですね。で、そこからまた1ヶ月時が過ぎまして、3月の某日にですね、またちょっと連絡が、今度はその新しくこの前来た A さん、ね、この人から連絡がありまして、ね、みそさん、よかったらまた一回会いませんかって言われたんですよ。で、これね、3度目の正直やなと、今度こそデートだと思ってね、これデート来ると思ってね、よし、今度こそ、布団500枚買うぞと思って、5億円持ってね、行ったわけですね。で、今度ね、行ったら、これね、京都の有名なね、交差点の、ね、近くにある、でっかいビルの上の方にある、なんかオフィスの一室みたいなとこだったんですね。で、僕これちょっと、あれみたいな。前は喫茶店だったんですよ。で、今回、なんか、オフィスビルの、なんかこう、貸し会議室の椅子だったんで、え？みたいな。え？オミソンって今から就職面接あるんだっけと思って、なんか、ちょっとドキドキしてきたんです。あれ？みたいな。これデートじゃないのかなと思ったんですけど、ね、部屋で待ってたら、コンコンってノックありまして、その人、ね、A さんが入ってきたんです。ね、今回また一人だったんです。わーと思って、これ私の体が目当てだと思ってね、これ。ね、まあ、一回は抱かれるとして、ね、まあ抱かれるとして、まあそれはそれで動画にすればいいかっていうね、低層観念マイナス200高画質のお味噌なんで、とりあえずもう流されるままに抱かれようと思ったんですよ。で、でね、今日はありがとうございます、みたいなこと A さんが言って、で、いろいろこう話し始めたんですよ。
で、お味噌さんの動画って面白いですよねってこと言ってくれて、で、お味噌さんの動画って、なんとかミナティとか、なんとか瞑想みたいなことをよく言われてるじゃないですかって言ってきたんですよ。ああ、そうなんですよ。あれぶっちゃけどうなんですかって言ってきて、お味噌さんってどう思います？ああいう人たちって本当にいると思いますか？いないと思いますかって言ってきたんですよ。で、まあ僕は、いや、いると思いますよって言って、実際だってあれですもんね、なんとか瞑想とか、その辺にも普通に事務所とかありますもんね、みたいな。あ、そうなんですよって言って、ちなみにこのビル、全部、メイソンの持ち物なんですよって言い始めて、こいつ何言ってんのって思ってね、こいつ頭おかしいと思ったんですよ。あーと思って、これ、詐欺師だって思ったんですよね。これ、こいつなんか騙してくる気だなと思って、で、あ、そうなんすかみたいなこと言ってたんですよ。で、そこからね、彼のちょっと話が始まったわけ。ね、この、京都市の、この、繁華街のこの交差点だけど、もちろんお味噌さん知ってると思いますけど、祇園祭りの矛の、辻回しの場所でしょつって。あ、確かにそうですね、つって。まあ、ここね、祇園祭りの巡行の日はね、すごい賑わうんですよ、つって。で、ここはね、全部、その、メイソンの、上位の、役員たちが、日は集まって、みんな上から見てるんですよ、っていう話をし始めたんですよ。みたいな。で、祇園祭りって、そもそも、あれユダヤ教のお祭りですからね、って言い始めたんですよ。ギオンってシオンのことで、シオンっていうのはエルサレムの別名で、過去、土地を失った者たちが日本に来て、で、そこで、この、ギオン祭りっていうのを作ったんですよと。だからこれ実はユダヤのお祭りであって、ね、あなたたちの祭りじゃないんですよ、みたいなことやっちゃって、ふざけんなよと思ったんですけど、まあまあ、まあね、僕もギオン祭りそんなに興味ないんで、あ、そうなんすか、つってね、もうちょっと早く話終わんないかなと思ってたんですよ。で、矛の中にもノアの箱舟みたいなやつとかあるでしょ、つって。ね、あれは全部、出エジプトとかこのモーセの祭祀とかそういったものを表す一大絵巻なんですよ。だからあれは僕たち瞑想にとっても儀式の一つなんで、日はすごい役員上位層全員集まって上から見てるんです。ふーんつって思ったんですけど、俺たち瞑想ってこいつ言ったなと思って、ついに自分がと思って、こいつやる気だなと思ったんですよ。で、そうなんだと思って、でなんかそういえばと思って、フリーメイソンってなんか階層があるんですよねつって、高須院長とかってどれくらいなんすかって聞いたんですよね。まあ、高須院長ってフリーメイソンですごい公言してる人なんですけど、どれくらいなのかなと思って聞いたんですよ。そしたら、その男の口がすごい醜く歪みまして、あーみたいな。あ、まあ、でも高須先生は、自分で入ってきた人なんで、そんな全然ですよと。ね。メイソンって、すごい線引きがあって、自分から志願して入ってきた人と、スカウトして入ってきた人では、もう入り口が全然違うんですと。で、僕たちは勧誘された方なんで、上の方なんで、こうやって上から見てるんですよと。だからこのね、日に上から見てるのはすごい偉い人ばっかりなんで、京都で祇園祭りの巡行の日っていうのはすごい警備厳重なんですよ。あれなんでかっていうと、メイソンの偉い人がいっぱい集まっているからなんですよ。で、あなたの知ってるような有名人も実はここから見てるんですよって言ってて、え、例えば誰ですかって言ったら、それはちょっと言えませんけどね、なんだこいつと思ったんですよ。で、なんでこんな話すんのかなと思ったんですよ。で、あれみたいな、この話の流れどっかで聞いたことあるぞと思って、昔インフルエンサーの山本龍拳っていう人がいるんですけど、その人がマルチやってた時代にフリーメイソンに誘われた話があるんですけど、その話、その時もなんかカラオケボックスで、なんかそんな急にメイソンの話し始めて、最終的には断られたっていうこと聞いたことあるんですよ。で、あれみたいな、これってもしかして、なんか、私の体だけじゃないの目当てって思って、ちょっと怖くなってきたんですよ。で、まあ、みそさんね、結構いい線いってると思うんですけど、ちょっと多分これ動画で話すでしょ。で、もう、わかんないですね、みたいなこと言ってたんですけど、いや、僕ね、結構ね、見えるんですよ、つって。まあ、はっきりとした未来とかじゃないんですけど、なんかこう、その人がやることとか、これからなすこととかがわかるんですよって言ってきて。で、あなたは、動画にしますねって言われて、なんだこいつと思って、もっと先のさ、10万人がいつとか100万人がいつとか見てくんないかなと思ったんですけど、そんな先のこと言い始めまして。で、なんでそういう人って、やっぱりちょっと、僕たちの、グループにはあんま向いてないですねって言われて。で、なんで呼んだの今日って話なんですけど、で、これってなんかあれなんですかって言って、これ面接だったんですかって言ったら、いやいや、もう面接じゃないですと。一回目に会った時に、
あ、もうこれダメだなと思ったんですよ。つって、こいつめっちゃ失礼なこと言うと思ったんですけど、でも、なんかちょっと、もう一回話してみたくなったんで、ちょっと話してみました。つって。で、そっからね、なんか最近の YouTuber と瞑想事情についてちょっと語り始めたんですよ。結構ね、最近 YouTube って締め付けきついでしょ。つってね、広告がつかないとかってよく言われてますけど、その話し始めたんですよ。で、結構 YouTube 事情にも詳しくて、あなたの知っている、結構有名な都市伝説系の YouTuber いますよね、つって。あの人たちも、何人かは声かかってる人いるんですよ。実際に、名目のもと動画を明確に出してる人もいますと、ね。動物っぽい名前の人とか、それからちょっとモアイっぽい風貌の人とかは、そうですよ、みたいなこと言って、あ、そうなの?と思ったよね。なんか違うって本人言ってたけど、と思ったんですけど、ね。まあ一応そういうこと言い始めて。今まではね、その芸能人とか、それからその社会的に影響力のある企業マンとかを結構勧誘してたんだけど、今は結構ネット系をすごいこう探してると。で、YouTube もいろいろ見てて、適性がありそうな人はちょっと会ったりして、ちょっとこう声かけてるんですよ、つって言ってたんです。あ、じゃあ今回もその一環だったんですか?いやいや、今回は全然そんなんじゃないです、つってね。なんとなくですって言われて、なんだそれと思った。お前ほんと失礼なやつだと思ったんですけど、結局ね、落ちたんですよね。なんか告白もしないのに勝手に振られてたってことでね。まあ、結果的には入れなかったんですけど、実は一瞬目をつけられてたかもしれない。もし A さん見てると思うんですけどね、A さん見てたら僕のこと消しに来た方がいいと思いますね。永遠に言い続けますから。まあ、結果ね、低層も奪われず、ね、布団も売りつけられず、ただプライドだけを傷つけられた、オミソン。かわいちょ。ICBM 発射失敗とか言わないで。あ、これセーラー服を脱がさないでのやつやん。これ、秋元康世代やん、お前。一番偉い人へ、俺たちは今、何をするべきか、テポるべきか、いけるいける。いや、でもあれっすよね。これ失敗ってことはこういうことでしょ。あれ、なんか戻ってきてない、ブーメランテポドン、一丁、いけるいける。いけるは海の大切な資源です。乱獲はやめましょう。いけるが数字持ってるって思ってるのは僕だけ説がありましたね。ちょっとあんま連発は良くないなってことなんですけどね。ヨジョンちゃん、失敗も成功のもとだからね。本題に戻ります。最後に岩手の地震について軽く触れておきたいんですけど、先日からちょっと東北地方がね、すごい地震が多くて不安定な状態続いておりますね。現地に住まれている皆様ね、すごい不安な日々を過ごされていると思うんですけども、これね、岩手の地震って聞いた時にちょっと一個思い出したことがありまして、最近ね、テレビで今回の地震は人工のものではありませんみたいなことを、なんかこう、NHK がテレビで流したりとか、火消しに必死なんですよ。で、なんか今まではそんなことなかったのに、今回すごい火消ししてるのが逆に怪しいなって僕も思ってたんで、ああ、やっぱあんのかなってちょっと思ったんですよ。岩手県の花巻市に、ある国際的な施設を誘致する計画っていうのが今あるんですよね。これ、ILC、岩手リニアコライダー計画っていうものがありまして、このリニアコライダーって何かっていうと、電子と陽電子の衝突実験を行わせる実験施設のことなんですよね。で、これね、聞いた時にスイスにあるセルンっていう高等分子研究所があるんですけど、あれを思い出すと思うんですけど、あれと似たような感じです。で、このセルンっていうのがちょっと闇の施設だって言われてるんですよ。これなんでかっていうと、超高速で超高エネルギーの電子や陽子をぶつからせて空間を歪ませる実験をしてるんですよ。で、あれね、やりすぎると宇宙的にズレが生じる可能性があるって言われてまして、で、これの日本版が実は今岩手で作られる、誘致される計画がありまして、今回のお地震はもしかしたら岡崎さんの友達の A さんがそれはちょっとなーって思ってやったことなのかなーって思った。今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。当チャンネルでは秘密結社のあなたからの勧誘絶賛お待ちしております。例えば柴犬のワンちゃんを部屋に100匹ね連れてきて、私の体に犬のチャオチュールを巻きつけてペロ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 リンチョス、そんな闇の儀式やってみませんか。ね、ぜひね、各種 DM 開放しておりますので、怪しいあなたの勧誘お待ちしてます。待っとるんかい。今朝ね、ラジオ聞いてま
ましたら、今日はシンガーソングライターの尾崎亜美さんの誕生日だそうで、ね、おめでとうございますということなんですけどね、まあ尾崎亜美さんって言ったらいろいろね、有名曲ありまして、今日たまたま聞いたのがオリビアを聴きながら、でもなんかちょっと、歌詞聞いてると、えっていうことがあったんで、ちょっと一節、一節唸ってもよろしいでしょうか。いきます。夜更けの電話、あなたでしょう。話すことなど何もない。いや、そんな言い方ないじゃないってこと。トゥース。